お疲れ様です、今日はですね、ちょっと前に動画で取り上げた山崎、サントリー山崎のピュアモルトですね、90年代前半のものと思われる、一本なんですが、こちらをいただいていきたいと思います。こちら実はお客さんから借りております。なので少しだけこれぐらいいただきます。多分見てると思いますからね、最近なんかここが不安定で怖いっていうコメントをよく見るんですけど、ちょっと良さそうなものを発見しました、はい、なのでだいぶ前よりは安定してます、はい、蜜ですね。すごい甘い香りするんですよね。いただきます。こってり、美味しいですね。なんかやっぱりこう山崎シリーズのシェリー感っていうのはいやらしくないんですよね。どぎつくないというか、自然にこうブレンドにマッチしてるというかね、それがなんかこう万人受けする理由でもあるんじゃないかなと思います。美味しいですね。まあもちろん現行のものもとても美味しいと思いますよ、この間東京ウイスキー&スピリッツコンペティションのアメリカンウイスキー10選っていう動画を出したんですね。その中でちょっとワイルドターキーの、が結構ランクインしてたので、これね、なんかちょっとね思いついたというか思い立ったというか、これって七面鳥じゃないですか、このワイルドターキーのラベルね。もともとはね正面向いてたらしいんですけど、怖いっていうことでちょっと横向くようになったんですって。なんかアメリカではクリスマスとかに七面鳥を食べるってイメージがあるじゃないですか。中身全部抜いてね、いろいろ詰めて丸焼きにするみたいな、感謝祭とかもそうなのかな。でもともとねそれはね北海道に生息するエゾライチョウっていうものを食べてたんですって、アメリカではね。1920年代から50年代くらいまでは、七面鳥を食べられてなかったらしいんですよね、だからね年間ね2万羽から5万羽ぐらいはアメリカに輸出してたみたいです、はい、でそのエゾライチョウから取って変わったのが七面鳥で、今見たくね定着してるらしいんですけど、まあクリスマスの最高のご馳走って言われてますけどね。でこのエゾライチョウっていうのは実はですね狩猟鳥獣でもあって、僕たちも取っていいんですよね。ここに狩猟毒本っていうのがあってね、これは狩猟免許持ってる人だったら勉強、これで勉強して免許を取ったと思うんですけど、一応国家資格なんですよこれってね。ここにもねエゾライチョウっていうのが載ってます。取っていい、鳥としてね、これですね、エゾライチョウ。これめちゃめちゃね地獄なのがこれです。カモね、まあねカモの種類がね大変。なんかこういうねボードをこうやって出されてね、名前全部言えないとダメなんですよ試験の時にね。まあ筆記テストがあって、その後実技あるんですけど、実技がそれです。まあいろいろ実技はあって、まあ狩猟の話はいいですね、どうでもね、でこのエゾライチョウ近年でも結構減少してるみたいなんですけど、まあキツネが食べちゃうんですって、襲うというかね、エゾライチョウ。エゾライチョウはねめちゃめちゃ美味しいというね、好きな人は未だにエゾライチョウを頑張って取ってますね。笛でね呼ぶんですよ、笛で呼んだらエゾライチョウが来てそれを撃つみたいな、何度も言いますけど北海道でしか取れません。なんか減ってるのに狩猟鳥獣であるっていうことがねおかしいじゃないですか。だけどやっぱり美味しいからね狩猟鳥獣から外すっていうのがかなりね批判があるんですって、一部のこのハンターたちから。だからまあ後々外れると思いますね、食べれるのは今だけかなと個人的には思いますが、今のまあ70代60代オーバーのハンターが全国で7割だというのでね、その方たちが後々引退していくときにもしかしたら外れるかもしれないですね、ワイルドターキー。ちなみにですねエゾライチョウはキジ科ですね、そういえば前にね
キャノンから EOS の R5 っていうカメラと R6 っていう一眼ミラーレス一眼が発売するっていう話をして、どっちか買いますっていう話をしたと思うんですけど、なんとですね、もう今予約受け付けてるんですよ、発表されてね。それが発表されてからね、ソニーがね新しいカメラ出すって言ってね、ちょっと今迷ってるんですよね。それがなんと、29日に発表なんですよ。発売じゃないですよ、発表で。リーク情報なんかをネットで見ると結構魅力的なんですよね。 EOS って今まであのバリアングル液晶って言って、カメラがあったら液晶がこっち向くやつですね、こう開いてくるっとこっち向くやつ、あれってバリアングルって言うんですけど、あれがなかったんですよ。それがついに搭載されるんじゃないかっていうリーク情報がまず一つと、あとはこのミラーレス一眼ってちょっといろいろ関税の問題で前動画にしたことあるんですけど、30分以上撮れないんですよ。30分録画が連続でしていると1回停止されちゃうんですね。そしたらもう1回録画ボタンを押さないと長時間は撮影できないということで、たまに僕も録画し忘れってあるじゃないですか。あれはね30分でバツッと切れちゃった時なんですよね、よく多いのは。だからその制限がないカメラを使うのが一番望ましいんですけど、一眼カメラで、その機能を持ってるのは少ないんですよ。パナソニックだったりとかソニーでもね、アルファ6400とかがまあそうなんですけど、まあ限られてるんですね。それが今回はアルファ 7S3 っていう今度出る発表されるモデルでは撤廃されてるんじゃないかという話になってて、さらには暗いとこに強いね、画素数はちょっと少ないんですが、暗いとこに強い高感度器になってるということで、これはまあ店内でこうやって撮影したりする自分にとってはもってこいなんじゃないかと思ってね、ちょっと見送ろうと思ってます、あのキャノンの方はね。とりあえずソニーの方の発表を見てからかなと思ってます。どっちにしてもね、EOS の R5 の方は今月末発売、そして R6 は来月の末発売となってるので、まあまあソニーの方を見てからでも遅くはないかなと思いますね。やっぱりねカメラがもう一台あるともうちょっと手元の映像をたくさん撮れるのでね、皆さんにいい映像をお届けできるんじゃないかなと思うんですよね。まあまあちょっと乞うご期待ということで、この1、2ヶ月の間、まあ3ヶ月、1、2、3ヶ月の間にはどうにかなってるんじゃないかなと思います。はい、昨日ねたまたまあの YouTube でね、南こうせつサマーピクニック長渕剛っていうのを見たんですよ。で長渕剛さんと南こうせつさんが共演するってあんまりないんですよね。もともとはあの南こうせつさんがいたねかぐや姫のまあ、前座というかオープニングアクトとかをやってたのは知ってたんですけど、長渕剛さんはね、なんかねこの近年ではあまり映像とかで見たことなくてね、なんかちょっと再生してみたらねすごい良くて長かったんですよ。何分だっけな、それちょっとねあの貼っときますけど概要欄にね、あ27分もあるんですよ。なんかねすごい良くて、もちろんね南こうせつさんの方が先輩なんですよ。こう一緒に歌うのもあれば、長渕さんに乾杯を歌わせるっていうところもあればすごい良くてね、そして思い出話のコーナーがあり、なんかね感動しちゃってね。僕はあのやっぱりフォークと呼ばれるフォークソングと呼ばれるものを最初この覚えたのはやっぱり南こうせつさんだったり長渕剛だったりとか、あとはイルカ、名残雪のねイルカだったり、さだまさし、あとはなんだろう、井上陽水、吉田拓郎と、まあ一通りはしっかり聞いてて、まあその後々にやっぱりちょっと遡って高田渉さんだったりとか遠藤健二さんだったりとか、あとはやっぱり岡林信康さんだったりとか、うん、そういうちょっと遡った人に行き、あとは70年代のどん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 マニアックなねフォークシンガーの方たちの曲を聴くようになっていったんですけど、やっぱりね、僕の世代的にもキャッチーな部分って言ったら長渕剛さんの曲はだいぶやったんですよね。でその中でもですね夏祭りっていうね曲をやってるんですけど、そのサマーピクニック内でもね、これが良くてね、まあ、みんなね当時のフォークソングやってた方たちは練習したと思うんですね。僕たち世代よりだいぶ上ですけど、当時あの夏祭りを延々と弾くっていうコンテストもあったぐらい、いろんな夏祭り
何年のどこのライブ会場の夏祭りとかね、バージョンいろいろあるじゃないですか。そういうのを再現した人もいるぐらいこれがね相当流行ったみたいで、こういう曲あるんですけど、これイントロなんですね。イントロがあって、これはまあこぞってね当時の若い子たちは練習したというね。これ3フィンガーって言って指3本しか使ってないっていう、うん、これをね僕も相当当時は練習したなっていうの、10代の時にね練習したなっていうのはあって、あとはやっぱり、うん、後々トンボとかねドラマとかも見てましたし、リアルタイムで言ったらやっぱり長渕さんは相当こう影響を受けてるなっていうのはありますね。影響っていうかまあ聞いてたなっていうのね。でまあかぐや姫とか吉田拓郎とかも大好きですし、そのなんか共演っていうのがねめちゃめちゃなんかグッときちゃうわけですよ。ある程度の年になってから共演みたいなね。以前ねあの妻恋、フォークのイベント、妻恋の2006年のやつで吉田拓郎さんと釜谷浩史さんが共演してるやつがまた良くてね、それもグッときて、当時のちょっと思い出話もやり、2人で歌うのもありね、なんか当時そういう音楽好きだったなっていう方はぜひ YouTube ででもね、見てない方は見ていただきたいんですがね、まあもちろんこう吉田拓郎さんとか長渕剛さんも賛否両論ありますからね見てる方でもいやもうすごい嫌いみたいな人もいらっしゃるかもしれないですけど、まあそういう方はちょっとあのスルーしてください。好きな方はぜひね、コメントいただけたりとか、あとは、動画を見てみてください。そしてその映像を見てちょっとグッときちゃったね、次の日のギターの、ギター講師やってるんですけどね普段に、日中はねギターのレッスンでね、生徒さんから南こうせつの夢ひとよがやりたいって言われて、まあ、その日は夢ひとよを教えてたんですけど、なんかねそういう偶然ってありますよね。あ、すごい個人的にタイムリーだなと思ってね、ノリノリで夢人をやってましたけど、まあ、レッスンなんでその日言われたものをその場で教えるってい う, こう繰り返しなんですよ、うん、生徒さんが、やりたいって言ったものをその場で教えるっていうね感じなんですけど、何かしら皆さんもそういう偶然ってあるんじゃないかなと思いますよね。頭にこう浮かべてたものが急に CM で入るとかね、うん、そういうことってあるじゃないですか。まあ、当時僕あの中学2年生でギター始めたんですけど、その時はまあこってこてのロックをねもちろんやってましたし、でもそれと同時にこうアコースティックもいいなっていうことで同時に練習してたというかね、まさにねこう中二病というかねその一つ一つの当時の70年代のフォークソングの歌詞にねグッときてましたね。一つ一つこうリアルに感じてましたね当時はね。重ければ重いほどいいなみたいなね。だからね未だにフォークソングは大好きでね、多分一番最初にやったのは何かな、22歳の別れとかかな。でね、フォークソングで一番最初にやったっていう意味ですよ、これは練習しましたね。それでね結構指弾きは覚えたっていう感じですね。今ねそういえばギターがね全然ないんですって。日本のギターメーカーのね在庫が全然ないらしくて、特にね5万円台ぐらいまでのギターの在庫がなくてね、やっぱりコロナの影響でやっぱり4月5月6月とすごいギター売れて、僕がこのギター講師をしに行ってる楽器屋さんでもねギターがなくて困ってるんですっていう話をしててね、中古でもいいから誰かギター売る人いたら教えてくださいみたいな、それぐらいね国内のね在庫がないんですって。そんなに困るぐらいギターがないんだっていうことを考えるとですね、もしかしたらこの先何年か後にねまたバンドブームみたいなのが来るかもしれないですよね。今からギター始めた人たちがその中の、何パーセントかがプロになってコロナの影響でギターを始めたんですっていうエピソードが後々出てくるんじゃないかなと、
思いましたね。そんな感じで今日は終わりたいんですが、この間の山崎の動画の中で、メインチャンネルのね動画の中で、僕はあの山崎12年の現行品をねこう入れたグラスに、なんかぼーっとしながらねピュアモルトも間違えてついちゃったんですよ。それねグラススッて避けてもう一回やり直したんですけど、それね編集っていうかカットするの忘れててね、メインチャンネルでしっかり残っちゃったんですよね、メインの動画でね。それコメント欄にね突っ込まれてたんですけど、ちゃんとねこれそのミックスしたやつが小瓶に分かれてます。山崎のオールドボトル、山崎の、12年ピュアモルトと現行の山崎12年シングルモルトのミックスですね、ブレンド。これは10ミリずつ入れたので20ミリになってます。これを1名様にちょっとプレゼントしようかなと思います。はい、応募方法はですね、またちょっとインスタグラムを使います。この山崎12年の画像をちょっと投稿しますのでね、最新の画像です。そこに自分の ID、 インスタ ID の最初の2文字を投稿してください。今までとは違います。今までは自分の ID の最初と最後って言ってたと思うんですけど、今回は最初の2文字、はい、田中一郎だったら TA です、田ですよね、 TA、吉田だったら YO ですよね。これちょっと間違えないようにしてください。はい、1名様なのでね、なかなか当たんないと思いますけど、ちょっと気軽に投稿してください。大した、手間じゃないと思いますので、こういうね小さいプレゼント企画ちょっとたくさんやっていこうと思いますので、僕もそっちの方がね送るの楽なんですよ。なので、後々はね当たるかもしれませんので、気長にちょっとプレゼント企画あったら投稿してみてください。それではまた。